している内容は再生の研究をしてます。特に、まあ、再生医学の分野で再生っていうと、まあ、失われた臓器をこう再生して元に戻すといったようなイメージあると思うんですけど、まあ、最終的なゴールとしてはそのような医学的な課題を達成できたらいいなっていうふうなことを考えてるんですが、今僕が取り組んでるのは運動器の関節の部分の軟骨、関節軟骨がすり減った部分を、まあ、再生させてあげたいというふうな医学的課題に取り組んでます。例えば高齢者とかこう膝が痛いとかですね、そのためにこうテレビとかでこうもう CM とかでこう膝の痛い時にこういう商品飲んだらいいよっていうのをこうよくさお昼とかされてると思うんですけど、ああいうのはこう薬を飲んで痛い部分を何とかしてこう治してあげようって言ってるのは薬物療法のような観点ですけど、私が取り組んでるのは失われた軟骨組織、関節軟骨の組織を iPS 細胞ってあるじゃないですか。あ、何でもこう、どんな臓器組織細胞にもなれるような京都大学の山中伸弥先生が開発された iPS 細胞を使って、私の場合はその iPS 細胞から軟骨組織を構成している軟骨細胞にして、でそれを、まあ、最終的なゴールとしては患者さんのそのすり減ってしまった軟骨組織の部分にこう植えて再生させてあげたいといったような研究をしています。私が前任の大学の金沢大学で勤めてた時に、その時の先輩ですね、准教授の先生が使われているっていう情報を聞いて、で自分が論文執筆して英文構成書ける時にですね、その先生が使われてたマエナゴを使ってみようというふうに考えてたのはきっかけになります。このインタビュー受ける前にちょうど何件ぐらい今までエナゴさんに頼んだことあるのかなと思って数数えてみたら20件あったんですけど、それのうち多分ほとんどは9割以上は論文の英文構成になってます。でただ2016年にこの岡山大学に着任した後はですね、独立して、つまり僕が一番トップになってしまったので、僕が英文ちょっと苦手、ここの部分ちょっと例えば事務方に提出するとかホームページ上に載せるって言った時に、前の時だったら先輩とか上の先生にちょっと英文見てもらえませんかっていう風にしてたんですけど、もうそれが今トップになっちまったから学生さんに頼むわけにもいかないしということで、ちょっとした例えば 3,4 行ぐらいの英文とかも、例えば S つけるつけないとか、こうなんていうんですかね、ちょっとしたこう細かいところとかのミス恥ずかしいので、そういうようなところも500単語ぐらいのものでもこう気軽にエナゴさんに頼むように最近なってきてます。はい、実質的なところ私エナゴさん以外使ったことがないので、そのつまり比べることができなくてないんですけど、つまり他のところにこう移らな、つまり不満がないっていうのが一つ、まあ、評価できるポイントなのかなと思っていて、例えばやはり料金体系がこう明確だなっていうか、こう何単語 で、でどれぐらいの納期だったらこれぐらいっていうふうなことがこうちゃんとこう何かそこの部分がブラックボックスになっていて分かりにくいとかっていうことではなくて、そこの部分がなんかフェアな感じがして、もうちょっと安くなりませんかねとか、なんかそういう交渉事とかをする必要性がないというか、非常にこうクリアなので、まあ、パッパッとネット上でクリックしていけるっていうのの気軽さみたいなのが僕はちょっと好きだなと思ってるっていうことがあります。で、でその納期の部分も例えば 2,3 日でいけるものもあれば、ちょっと余裕がある時とか1週間とかこう余裕があって値段を抑えたいなっていうことにもこうフレキシブルに対応してもらえるところとかもちょっと好きだなと思ってます。